これはね、パソコンではございません。ASUS、私が使っている電話でございます。電話といってもね、8インチ近くある ASUS のタブレット、そして、俗に言うファブレットというのかな、それを使っております。で、これでね、いつも、動画とかいろいろ見てるんですけども、これで動画を撮ることもたまにありますけどね。そして、それに合わせてキーボードね、Bluetooth のキーボードを使っております。で、これによってね、何ができるかというと、文字の入力がね、普通にできるわけなんですね。文字の入力ができるんですね、これね。例えばこうやって、働く車とね、キーボードを使ってこう文字を打つことができます。これは別に YouTube だからこう文字が打てるわけでもなくて、いろんなアプリでそのまま普通に打つことができます。で、これを使ってね、私ね、最初本当に、普通に YouTube とかね、見れればいいかなということでね、いろいろとこうやっていたんですけども、こんだけね、画面が大きいので文字が打てると、いろいろブログなんかも書けるな、そして YouTube のね、こう記事なんかも修正できるなと思いながらやっているわけなんですね。で、実際使ってみると、この YouTube のね、こう返信とかね、アプリなんかを使ってこうやっていくと、確かにね、キーボードがあると、すごい打ちやすいのは打ちやすいです。ものすごい便利だなと思うことはあるんですけども、こっちのアプリの方がね、やはりそんなにレスポンス良くはないということもありまして、使い勝手は悪くはないですけど、さすがにね、それに集中して、それだけに特化してやるということはないんですけどね。ただ、持ち物が減るというのはね、大きい理由があります。このタブレット、ファブレット電話だけを持って、で、モバイルバッテリー、2万ミリアンペアのモバイルバッテリーを持って、そしてこのキーボードを持っていけば、動画の撮影、そして動画の編集と、その付随する、文字のところも打てますし、で、あと、電話ですんでね、YouTube のアップもこれで一つ出来上がるというメリットはあります。要するに、これ本当最悪なくてもいいわけなんですけど、これとモバイルバッテリーさえあればね、動画の録画じゃない、素材の録画、そして動画の編集まで、これ一つでできてしまうというね、かなりおすすめではありますけども、これもちょっとね、弱点があります。こんだけ大きくてね、見やすいんですけども、カメラの性能がそんなに良くなくて、動画のね、画質もそれほどいいわけではございません。確かにフル HD を撮れるというのはあるんですけども、映像のきめ細かさというかな、それとか、あとは手ブレ補正がね、電子式手ブレ補正なので、こう横にこうずっとね、こうこれをぐーっと持ってって、映像をパンするときなんかは、カクカクカクっていうね、そういったこうカクカク感が出てしまうんですね。その辺はね、ASUS のカメラというかね、ASUS のソフトウェアの処理の仕方なんですけども、ちょっと映像を作るには弱いかなということで、これでね、動画を撮ることはほとんどしません。それよりもまだね、ソニーの Xperia Ultra Z の方がまだ動画を作るには向いている動画の映像になりますので、そっちで今も録画をしております。だけどね、これ単体でも十分ね、本当に静止画としてね、録画する分には全く問題ありませんので、こうやってね、置いて、三脚に立てる、これの三脚に立てるやつも買ってありますので、三脚に立てて、こう、録画をして、それを編集するというやり方は、間違いなくできますし、それであれば、画質の方もそれほど気にならないということはありますのでね、そんな感じで使っております。でも、そうなると、その三脚のね、やつも持っていかないといけないと思うんですけども、三脚は私、常に持ち歩いておりますので、それはそんなに大変ではございません。これをね、こうやって固定するための、フォルダーの方が結構大きくてね、そっちを持っていくのが大変なのかなと。ただね、持ち物自体そんなに多いわけではないのでね、このシステムにした場合はそれほど多くはないので、持ってっても苦には、ね、なりませんね。ただ実際に重さがこれね、300g 近くあるのかな。だから、
それと、うん、三脚と、そしてこれもね、やっぱり 150g あるのかな、 200g ぐらいあるのかな、そう考えるとね 500g ぐらいになってしまいます。まあノートパソコンに比べれば全然軽いし、カメラを持っていけばそれほどね、カメラの分重いというわけでもないんですけども、まあ、でもね軽さと数の少なさを求めていくと、これに取り付けるホルダーもあるとちょっと重いかな。そうなってくるとね、やはりソニーの Xperia Z ウルトラ、これでね動画を撮って、これで動画を編集して、これでそのままアップロードするというのが一番お手軽な気がします。で画面もね小さくはないし大きくもない、ちょうどいい大きさなんですよ。これだとね若干大きいかなという気もするんですけども、ただ見やすさで言うとこっちの方が全然上なんでね、こっちで使ってこっちで撮るということもあります。だから持っていくものはこの ASUS のね、このファブレット、それとあとはソニーの Z、Xperia Z ウルトラ、これを持っていけばね大抵のことはもうできてしまいます。でモバイルバッテリーも2万ミリアンペアはありますので、両方ともね、充電がなくなったとしてもフルに充電するのに、まあ、両方とも、満タンになるのかな、2回ぐらいは、まあ、そのぐらいの容量はありますのでね、そういったことでもかなり、お手軽な持ち物になります。なのでね今までずっと一眼レフとかもずっと持っていましたけども、パソコンとかもね持っていましたけども、それを全部なくして、これと今撮っているこれと、あとキーボード、まあキーボード最悪いらないんですけども、これもなくなればねもっと軽くなりますし、モバイルバッテリー、それだけでね本当にいろんなところでね動画を撮ることができるようになりました。でね、あとねアプリの方でね MPC で撮れる、要するに無圧縮音源が撮れるアプリがありますので、まあ、それを使えばそこそこの音で音声も取れるということでね、そういった使い方も今実際使っております。だからねいろんな使い方がやっぱりねスマートフォンってのできるんですね。で元々のマイクの性能も電話ですのでそんなに悪くはございません。だからいろんな音をね集客しすぎて感度が良すぎるというのはあるんですけども、そういったアプリでね少しいろいろ試してみるのもまあいいんじゃないかなと思います。で最悪ウェブアプリでねノイズキャンセルをしてかけて、それでこっちに戻してみて、まあ使える素材になるかなっていうところはあります。今ねウェブアプリでいろんなものありますのでね、音声のノイズキャンセルっていうかねノイズを低減するアプリもありますので、音声のねそういったものを使い込んでいけば、パソコンがなくてもそれなりの音質、それなりの画質はまあカメラにもよるんですけども、映像でね撮れる、そして編集できて、それなりの動画を作ることができます。私ここ最近ずっとスマートフォンでしか編集しておりません、だからねそういったものを見てもらえれば、だいたいスマートフォンでもこういったことができるんだなというのがよくわかると思います。はい、最後までご視聴ありがとうございました。この動画が良かったらグッドボタン、チャンネル登録をお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。おしまい。